カエル亭岩倉さんの恋愛プロフィールご紹介したいと思います。岩倉のプロフィール、宮崎県出身の現在31歳、好きなタイプはアニメに出てくるようなド S 王子様アニメ。そうなんです。アイドルみたいなこと言ってる。そうやったんや、はい、もしもニューヨークさんと付き合うとしたら、いやいいって。まあこれは屋敷さん、あんまり構ってくれなさそうなところがいい、はい、そっちがいいの、はい、そうなんです。ツンツンしてる方がいいやん。私がもうド S がいい、はい、こっちが好き好きって言って、うざがられるぐらいの方がいい、はい。ああなるほどね。さあ最後に中野さんの恋愛プロフィールを紹介したいと思います。ちょっと恥ずかしい。まあでもちょっと知りたいな。男の恋愛プロフィール初めてよね。岡山県出身の31歳でカエル亭のリーダー。そうなんだ。好きなタイプはギャル。あ、ギャル好きです。エッグモデルのゆうちゃみさんやせいなさんが好き。ゆうちゃみ好きなの、はい、ゆうちゃみ来てくれたよ。そうみたいですね。大きいよ、ゆうちゃみめちゃくちゃでかいよ、はい、背高い人好きなんですよ。あそうそうなんだ、はい、もしもニューヨークさんと付き合うとしたら、いやいらないだろこれは絶対に。嶋佐さん、いや嬉しくねえよ、嬉しくねえよ、やっと来た、なんだよ、なんでやねん。お二人とも僕として本当にかっこいいんですよ、あのルックスは。あ、ほんま、はい、ありがとう。でそこ同点とした時に、仮にデートするってなって、お店の役ミスターごめんって言うとするじゃないですか、うん、俺らがね、はい、うん、その時に、うん、うわって、うん、屋敷さんだったら僕思っちゃうんですよ。腹立つわ。なんかなんでやねん。でも嶋佐さんだったら、いやいいよみたいな、あなんか許しちゃうみたいな。もうな、何それ、なんでなんか、こけられない、そのちっちゃいミスを許されへんねん、はい、俺はなんか完璧な感じがちょっとあるというか、なるほどね、そこで幻滅しちゃいそうな感じ。あーなるほど、一番女子みたいな、ほんまや芯食ってるなお前、はい、YouTube で見られるのはここまでです。アベマならニューヨーク恋愛史上を最初から最後まで存分にお楽しみいただきます。動画の続きはここをクリック。